おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1310です。はい。今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、前回の最後の方の段階では特に何しようかなって特に決めてなかったんですけど、一応今回もまたね、トランスフォーマーちょっとやりたいと思います。ていうか最近ね、トランスフォーマーだいぶハマってる傾向がありましてね、次回以降もしばらくちょっとね、トランスフォーマー絡みが続くという形になっている、そんな第一弾的なやつですね。それがこちら。じゃんと。はい。こちら、トランスフォーマーレジェンズより LG12。ウィンドブレードってやつですね。一応今回こちらをやりたいと思います。で、このウィンドブレードなんですけど、以前紹介したスリップストリームっていうのがあったんですけどね。それと同じ時期に実は入手しておりました。で、こちらなんですけど、新品じゃなく確か中古で買ったような記憶があります。というのもこの辺を見ていただくとちょっとね、ビロビロっとよれてるのがわかると思いますけど、確かこちらとクロミアだったっけな、そのなんかバイク型に変形するね。その2体は確かなかなかね、入手できなくて中古で買ったような記憶があります。はい。ただスリップストリームは確か新品だったかな。はい。一応今回こちらを紹介するんですけど、なぜ今更、今更っていう言い方も悪いですけどね。ウィンドブレード、これをやるかと言いますと、次回紹介したやつがですね、これのある意味、完全リメイクみたいなね、そんな感じのやつがね、新しく出たということでね、それをやるために、一応前のやつ、ということでこれちょっと紹介したいと思います。一応パッケージはこんな感じ。で、横がこうですね。で、これ見ていただくとなんとなくわかると思いますけど、ここの絵の顔っていうかね、作りと、これを見ていただくと、だいぶ違うねっていうのがわかると思います。で、裏がこうですね。一番比較すると、ここをこう見ていただくとすぐわかりますね。こんな感じで、全然違うような感じになってますね。で、これを見ると、ビークルモードとロボットモード、変形できるよと。で、反対側がこうと。この頭部パーツっていうかね、これで、できてくれれば一番いいんですけど、多分難しいんでしょうかね。やっぱり変形を盛り込みつつ、こういうような感じの完全再現というのはなかなかできないのかな。で、上と下というふうになっております。で、多分これね、新品じゃないから両サイド切れてると思うんですけど、多分新品だったらどっちか片方、じゃあ両方か、テープで止まってると思うんでね、一応これがこうやって開いてるってことは中古だったということですね。はい。ということで、ここからね、開けていきたいと思います。では、レッツ、オープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。一応こちらのところに、ビークルモードと、剣と、鞘ですね。こちらがありますと。で、説明書が一応こういう風に袋にこうやって入ってるよと。ただこの多分ね、シワシワ感がちょっとあるんで、やっぱり中古だったんじゃないかなって思っております。はい。ということで、一応こんな感じで収まってるんでね。これ全部パーツ一式全部並べていくと。それから説明書を見ていって、変形という風にいきたいと思いますんでね。一応これ出して、パーツ一式、ざっと準備していきたいと思います。はい。パーツ一式並べたのがこの状態となります。ビークルモードのウィンドブレード。そして、剣と鞘ですね。で、説明書がこういう風にありまして、これが先ほどのね、箱にも載ってたイラストの方ですね。それが、こちらに書いてあるよと。で、裏側がいつもの通り、説明とテックスペックが載ってると。で、変形したらこういう形。イラストはこんな感じということで、だいぶ差があるねって感じですね。で、中にいつも通り漫画が載ってるっていうのもいつものパターン。最近やっぱりでかいやつだとここからさらにペラッとめくって裏側にっていう感じですけど、この当時のやつはね、だいぶ、LG12 っていうことは、最近紹介した新しいやつでオーバーロードが60なんで、それから考えるとね、48個出てるってことを考えると、それだけね、漫画がいろいろ進化してるんだなという感じかな。で、中にこういう風に変形手順がこうやって載っているよという形になっております。はい。ということで、早速、これからね、ビークルモードのお話をしていくんですけど、まずビークルモード単体がこちらですね。で、この状態で、こう見るか、ぐるっと回すと、こんな感じになっているよ。そこはこうですという感じですね。で、こちらのギミックとしては、先端部分ですね、ここのところをパカッと開いてあげると、一応ここのところにね、どっちだ、こうだ。こうしてあげると、ランディングギアが出てくるというか、タイヤが出てくるんで、ここでこういう風に設置させることが可能と。で、横に置いてあるこいつらは余剰品で適当にこうやって置いとくんではなく、これちゃんとスーッと入れれますよと。で、ここのところがこうグラデーションかかってるようになってるんで、あんまり傷つけたらこの辺がね、剥がれちゃうかもしれないんで、一応スーッと丁寧に入れてあげるよと。で、これを底の部分のここですね。ここに穴があるんで、ここにブスリと差し込んであげると、ここにマウントさせることができると。で、タイヤとだいたい同じぐらいの位置なんでね、基本的にここと最初のここのところをね、タイヤでこう支えるって感じかな。一応こういう風に置いておくことができると。で、あとここに穴があるんで、ここに支柱をつけてあげると、オンラインショッ
ップ限定なのか店頭にあったのかわかんないですけど、専用の台座みたいなのがあるみたいなんですね。それでまあ宙に浮かせることができるみたいです。ただここにつけちゃうとこうも支える感じになるんで安定感は悪いんでね、まあ一応ここで支えて、もう一個ね、魂ステージとかなんかでこうやってもう一個こう支えてあげた方が安定感は出るかなと思いますけどね。一応こういう風にできますと。で、それ以外に例えばどっか動くっていうと、ここなんですね。ここの部分がパキッとパキッといくんでね、こういう風にすると前面に向けれるし、さらに逆方向にもできるんで、はい、こういう風に向けることができると。で、ここの部分は一応別パーツ化されてるんで、くるくる一応回りますと。こういうギミックですね。ギミック的にはこれしかないです。はい、まあ、ここのところでマウントできるっていうのと、ここの部分が回転してひねることができるというふうになっております。で、ここの部分ね、コックピットがパカッと開くとか、そういうギミックは特にないです。で、こっちから見たときはいいんですけど、反対から見ると思いっきりここにネジ穴が当たっちゃってるんで、こっちからのビジュアルはあまりよろしくないですね。うん、やっぱここ、やっぱ機種のね、ここの部分なんで、こいつになんかあるのはやっぱり見栄えとしてはよろしくなかったですね。はい、一応こちらがウィンドブレードのビークルモードという形になります。ということで、こちらを変形させてロボットモードにしていきたいと思います。で、まずロボットモードにするときには、そこにつけているこいつを一回外しておきますよと。で、この状態でこいつをガバッとこっち向けてあげると。で、ここにある腕ですね、これを側面に展開する。というか基本的に以前紹介したスリップストリームと基本的には同じなんですけど、間がかなり空いてるんですよね。500回分ぐらい空いてるんで、まあ一応またまあ最初からということで、ね、もう一回やりたいと思います。で、今こう外しましたと。そしたら、ここの黒と赤ですね、これ1枚ものなんで、これをパカッと外してあげて上の方に跳ね上げますと。で、こいつも跳ね上げますよと。これによってこのウィングとこの脚部ですね、これのロックが解除されると。そしたらここでもう一個ロックがかかってるんで、ここと一緒にこいつですね、根元のここの部分で動きますよと。で、反対も同じくここのロック外してグッと引っ張ってあげると、ここでこういう風にね、側面に伸ばすことができると。そしたらこの機首の部分を後ろ側に折りたたんであげて、ここの部分がバカッと開けますと。そうすると中に格納されている頭部が出てくるんで、こいつを起こしてあげまして、こちら元に戻しますと。そしたらこの腕ですね、これ今下の方に伸びてますけど、これを上の方にグッと入れてあげると、ある意味中に格納されるって感じに一応なると。で、反対側も同じくグッと持ち上げて、この状態を作ってあげると。そして足だね、足、ここのところをグッと開いてあげて、後ろにあるこの赤い部分ですね、これを下の方向に下げますよと。で、ここで下げてガチャッとはまります。反対側も同じくグッと下げて、ここでロックされますよと。そしたらここのパーツですね、これを倒してあげて、これでかかとになります。で、この状態だとおかしいので、腰をグッとひねってあげて、前面を向けてあげて、こういう形ですね。そしてここに今赤く立ってるこいつをこっち側にですね、広げてあげて肩を起こします。これでウィンドブレードの変形が完了するという感じですね。ここの側面のパネル、こいつ自体がこうか、こうですね。これじゃかかと行きないんで、ぐるっとひねる必要性があるんですね。こうですね、これでちゃんと足になったんで、これで本当の完成になるという感じですね。で、根元の部分がここで跳ね上げれるっていうか、こう外にできるんですね。根元のこの可動もありますし、これによって腕の干渉を回避させることができるよと。まあ、ここまで上げてあげれば一番、まあ、変形が一番完成した状態になるのかなという感じですね。まあ、これでぐるっと回すと、まあ、こんな感じにできてるよと。一応首から下のバランスとしては、まあ、一応女性っぽさはやっぱり出てますね。ちょっとここのね、今指で触ってる部分の抜けがね、どうしても見えないんで、腰が細く見えなさそうなんですけど、腰自体はかなり細いんでね、まあ、女性らしさは非常に出てると。ただ頭部なんでね、かなり顔がきついんで、これ好みがだいぶ分かれると思います。腕に自信がある方はこの頭部をね、丸っきり新規で作り直して、先ほどのイラストあれみたいな風にね、作り直してあげた方がいいかもしれないね。で、後ろのこちらね、このパーツはこう後ろ方向にね、スポッと抜けるんで、外して一応こちらセンスみたいですね。まあ、どうやってつけるのかな、ブスッと刺すのかな、まあ一応こんな感じだと思うんですけどね。こういう風にまあ取り付けて、武器または何かしらに使うことができると。で、戻すときはそのまま同じくブスリと差し込んであげまして、固定というかね、元に戻してあげれば OK です。で、横にポロッと置いてあるこいつですね、これはそのままどっかにこうやって置くとかで手に持たせるんではなく、側面、今ここですね、ここにピンが今板状のやつが2本ありますけど、これを太もものここのところに取り付けることができるんで、こういう風にマウントさせることができると。
で、とりあえずこの状態で可動範囲いきたいと思いますけど、頭部は、まあ、顎が当たるんで、これが限界ですね。上はこれぐらい。下はここまでですね。で、腕自体は真上とかはいけるんだけど、肩が干渉しちゃうんですね。どうしても。ここの部分の切り欠きみたいなのが、最後っていうかね、ここまでスパッとないわけではないんで、これの限界までなんですよね。動かそうとすると、この背中の羽巻き込んであげればね、グイッとこういけますけどね。ちょっと左右でバランスがかなり崩れちゃうんで、そこが気になるポイントかなと。なので、背中の羽の位置を左右共通の状態にしてあげると、腕はまっすぐ前ぐらいが限界かなって感じですね。で、横にこれぐらい。ひねりは根元の部分で、ここでロールできますよ。肘はここまで。まあ90度ですね。肘90度ぐらいしか曲がんないです。で、肩アーマーがどうしてもちょっとね、何かやった時にポロ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 下がるんですよ。それが気になりますね。で、腰のひねりは先ほどの変形と同じように、ぐいぐい動かせます。ももはこういう風にボールなんで、多少動くかなと。ただどうしても左側に、これをね、つけると狭くなっちゃうんで、外すと水平これぐらい。前はこんぐらいで、後ろはこれぐらいと。これは左右共通ですね。で、膝が曲がるんですけど、こうですね。90度ぴったりか、ちょい曲がってるかなぐらいですね。で、足首は特にないんで、かかとの部分が多少ひねれるかなぐらいなんでね。あんまり設置性は、あんまりよろしくないっていう感じかもしれないですね。どうしてもね、立たせたい場合っていうか、なんかね、こう、浮遊させる場合は、ここですね。先ほどの機種の後ろのところのこの穴のところに同じく台座はそのままつけれるんでね。これで浮かせるとか立たせる。サポートにはできるという感じですね。で、こちらの部分をまあ、ももにもう一回戻しまして、スッと抜くと。で、これに関してはそのまま手にね、スポッとさせるんで、こういう風に構えることができると。ただ、両手持ちはそんなにできないかな。一応手首が根元でこうやってひねれるんで、両手持ちも可能ですけど、柄の部分がそんなに長くないんでね。まあ一応こんな感じで。剣は持たせることができると。まあ、一応こちらね、グラデーションっていうかかかってるんで、かなり綺麗は綺麗なんですけどね。どうしても顔だよね。こちらのウィンドブレードの変形とかはいいんだけど、ちょっと残念ポイントとしてはやっぱり顔の造形がかなり濃いっていうね。ここだけが気になりますけど、まあ、これ自体は悪くはないんじゃないかなって感じかな。はい。一応こういう感じのウィンドブレード。まあ、購入から相当時間が経ってますけどね。一応こちらを今回紹介していったという形です。うん。やっぱり台座つけてあげた方がスッとね立ってくれるからいいと思いますけどね。一応こちらを今回紹介していったという形です。はい、ということで一応今回はトランスフォーマーレジェンズよりウィンドブレード、こちらを紹介しました。ということで次回はですね、最初の方にも言いましたけど、こちらのある意味リメイク版みたいな、そんな感じのウィンドブレードをね紹介したいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。